バケツで作れるネザーゲートの作り方。イエーイ。じゃあペンティさん、はい、マグマが4つこう並んでいるところを探してください。その4つのうち2番目か3番目のところにブロックを1個置いてください。土ブロックの横に水バケツを1個置いてください。土ブロックを壊してください。水を回収してください。そしたらこっち側に移ってこの黒曜石の1個後ろにブロックを置いてください。でこれを合計3マスの高さにしてください。1個だけ飛び出すようにして、であとブロックを2個、逆側の黒曜石の1個後ろとその横に2個置きます。ここの角っこに水バケツを置いてください。そしたらあとはマグマを回収して黒曜石の上に置いていくだけです。最後この下2箇所の土ブロックを掘ります。そこにマグマを2個入れてください。そしてこの水を回収したら、はい、ネザーゲートの完成です。なるほど。これ覚えられるかな。ペントつけないの？あー、つけない。つけんの忘れてた。あ、飛んでた。さよなら。